こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。神経と骨格筋のお話です。体の腱や人体から脳に伝わる興奮は、脊髄から上行する嗅神繊維で視床、大脳皮質、脳に達するばかりでなく、側視を脳幹の毛様体に送って、毛様体を一定の活動状態に保っています。一方、この毛様体からはインパルスを大脳皮質に送って皮質を目覚めた状態にしています。この経を毛様体不活経と言い、この毛様体が破壊されると深い眠りに落ち込みます。多くの麻酔薬はこの経を抑制させるように働きます。運転していると眠気覚ましにガムを噛むと良いというのは、顎や噛む筋肉の刺激が脳幹の毛様体に入り、そこを刺激して目覚めの反応を起こさせるのです。長く同じ姿勢をとった仕事の後に手足を伸ばすと気分転換になりますが、その刺激が脳の目覚めの反応を強くしているのです。日頃から筋肉や腱や靭帯などの体の各部分を伸ばすということは、神経の興奮を脳に伝え、脳を活性化するために重要なことなのです。体を硬くして伸ばすことができないと、その場所の神経を刺激することがないわけです。そうなると脳を刺激する神経の数はそれだけ少なくなり、働きも衰えてきます。痴呆を防ぐためにも腱や靭帯をいつも伸ばすことが良いと言えます。